スワローズの先発ライアン、神宮球場のマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている大島。ライアル、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャーライアル、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、まず何を投げてくるか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。いやー、まさにコーナーギリギリですよね。はい、変化球が決まって打ちました。これはどうだ、センターへ抜ける。ツーアウトランナー一塁、打席には4番バッター秋野。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。打ちました、取った、一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトで表に入ります。ドラゴンズの攻撃、バッターボックスビシエド。スワローズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。際どいコースに送ってストライク、スピードボールを持っています。インコース決めてきた、あっという間に2ストライクです。インサイド弾き返した打球はライトへ、ここは打ち上げています。ライトが取りました。打順は6番カルザゲ。ライアル、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。ボールになります。ファウルになります。またファウル。さあ5球目は何か。ライト方向を流しました。さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、ライト掴んで2アウト。バッターは7番に入っている木下。2アウトになっています。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。ちょっと振り遅れましたね。変化球で空振りを取ります。3アウト、チェン。3回に入ります。ドラゴンズの攻撃、打順は8番土田。スワローズ得点に動きはありません。0対0で3回を迎えています。改めてお聞きしますが、バッターの土田、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、状況にもよりますが、基本的にはフルスイングが信条の強打のバッターですね。そうですか。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。ピッチャーに打順が回って先発の柳がバッターボックスです。まあ打てないにしてもね、球数投げさせるくらいはしておきたいですね。そうですね。ファウルになります。ボールカウントはノーボールツーストライクです。アウトコースのチェンジアップ見逃して三振になります。ご覧いただきましょう。最後は素晴らしいコースに投げ込んできました。いい球ですね。打順は1番に帰ります。バッター岡林、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。いいストレートですよね。はい、低めのストレート、ストライク。ノーボールツーストライクです。ファウルになります。変化球で空振りを取ります。スリーアウト、チェンジ。ご覧いただきましょう。最後は得意球で空振り三振です。4回に入っていきます。ドラゴンズの攻撃、2番バッター大島。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。スワローズ得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。変化球、これは空振りです。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。見逃して三振です。ワンアウトです。
ご覧いただきましょう。最後は素晴らしいコースに投げ込んできました。いいとこ投げてきますね。バッターは3番高橋。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね、ええ、ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。ライアル、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ボールになります。まあ、ここは際どいところも打っていきますが、明らかなボール球は見極めたいですね。アウトコース打ちました。掴んで2アウトです。4番バッター秋野、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。膝元インコース、ノーボール2ストライク。打ちました。ショート取った。一塁アウトで3アウト。5回の表にゲームが進んでいきます。ドラゴンズの攻撃。5番バッタービシエド、先ほどの打席はライトフライに倒れています。スワローズ得点に動きはありません。0対0で5回を迎えています。空振り三振、まず1つアウトを取りました。バッターボックスには6番カルザゲ、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ライアル、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはスワローズがライアル、そしてドラゴンズが柳、この2人の投げ合いとなっています。ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。取って2アウトです。バッターボックスは7番木下、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。山田が掴んで3アウトです。